あ、宿主の首だ。どうも、はじめまして。私、海王星の先の方から来ました。単眼系宇宙人バーチャル YouTuber の今井モノと申す者です。以後、お見知りおきをよろしくお願いいたします。はい、ですね、はい。やっとこそはですね、心優しい宿主の方から体を貸していただけることができたので、活動し始めたわけです。まあ、しかし、どうもまだ、体の制御の方がうまくいかないようでしてね、はい。首から上だけしか動いてないですね、これ。はい。さて、ですね、恐縮なのですが、自己紹介の方をさせていただきたいと思います。すぐ済みますので、お手数ですが、少しだけお時間をいただけばよろしいかと思います。ですね、このチャンネルの目的はですね、恥ずかしい話なのですけれど、私、この度ですね、宇宙船のトラブルが少し起きてしまいましてですね、はい。この未開の星に落ちてきてしまったわけなのですよ。はい。で、母星に帰りたいのですが、ね、帰ることができないためですね、この星で同じ星の同胞を探すためにですね、活動するに至るわけですね、はい。はい、次に活動内容ですね、はい。活動内容につきましてなんですけれども、またお恥ずかしい話なんですけれども、この星についてですね、まだ私、いろいろわからないことが多いためですね。基本的にこの体の借りている宿主の趣味趣向をですね、吸い上げて、それに基づいて活動していこうと考えております。ちなみにこの宿主の趣味趣向は、一つ目がパチンコ、二つ目がタバコ、三つ目が一人で居酒屋の徘徊、四つ目がゲーム、五つ目が一人でカラオケに行くこと。ダメみたいですね。細かいところはですね、私がですね、Twitter の方で宿主の観察力をつけているため、興味がある方は、覗いてみてはいかがでしょうか。というところですね。はい。では、本日はこの辺りでおいとまさせていただこうかと考えております。以上、単眼系宇宙人バーチャル YouTuber の今井モノでした。じゃあ、会話ですが、よろしくお願いいたします。それではまた。あ、宿主の首だ。もったいないんで、食べて帰りますね。はい、では、さよなら。